はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ね、こんな格好してますけど、今ね、ちょうどね、今お風呂から上がってきたばっかりなんですよ。で、ちょっとね、今まだ汗が引かない状態でね、こんなちょっとね、タオルをかけてますけどね。で、まあお風呂上がりになんか飲みたいなと思って、まあ冷蔵庫開けたんですけど、よく考えたらね、あるものをね、実は買ってたんですよ。で、それがね、今日ご紹介する商品なんですけど、このスジャータのね、アロエ&グレープ100と、いうやつです。スジャータっていうとね、なんかスープとかなんかそういうので、ね、有名かなと思いますけど、それのね、アロエ&グレープ100、アロエとグレープの取り合わせということで、なんともね、なんかちょっと怪しいですよね。しかもね、これアロエのね、葉肉、アロエってギザギザのね、あれの葉っぱの肉ね、要はまあ透明なやつ、葉肉&チアシード入りということ。これチアシードってね、なんかちょっとよくわかりませんけど、なぜこのアロエとグレープの取り合わせでね、もうここちょっとね、見にくいかもしれませんけど、こうなんかちょっとね、こう種的なものがね、こうつぶつぶつぶっていうのと、このもうこれがね、もろこのね、エキスの色です。これパッケージグリーンですけどね、アロエとグレープなんでこうグリーンですけど、のこの中身のね、この色ってこう黄土色のね、このつぶつぶです。はい、ということで、このね、なんともね、怪しい感じのこれをね、ちょっとね、飲んでみたいなと思います。はい、果汁はね、100% 相当のアロエミックスということで、なんかね、オメガ3が 1000mg 入ってるらしいんですけど、なんでしょう、オメガ3、もうこのオメガ3自体がもうね、よくわかんない、これどういう成分なのって話ですけどね。じゃあ早速ね、これを飲んでみたいと思います。はい、まあ一応ね、全体はね、こんなパッケージになってますね。こう蓋はね、これ多分こう開けるんだ、蓋開けなくてもね、ここにペケポンがあるから、このままね、これを取らなくても、これをね、これをねってこうストローですけど、刺せるみたいです。これね、もう葉肉があるから、ほら、こうストロー自体がね、とんでもなくぶっとい、こう分かります、これ、とんでもなくぶっとい、こんな、なんか、シャーペンかボールペンぐらいのこんなストローになってますけどね。で、これを、どうも、ここのね、蓋にペケポンがね、ちょっと見にくいですけど、あるんですけど、ここに、まあ、ちょっとその前にね、これよく振っとこう。なんか怪しいもんね、これ。うわ、だってそこの色がだってこれだもん。ね、グレープとアロエですよ。グレープとアロエの取り合わせなんてありました、過去に。怖いな、これちょっとね、じゃあブスッと刺して、ちょっとね、匂いをね、まずこのストローから、あ、匂いはね、匂いしませんね、ちょっと無臭っぽいかな、まあストロー越しだからわかんないかな。じゃあちょっとね、このアロエ&グレープ100飲んでみたいと思います。うん、つぶつぶ感が半端ない。うん、果肉がね、どん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 入ってくる、チュル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 。あ、これね、味はね、アロエよりね、グレープが勝ってます。ただちょっとね、このグレープの酸っぱみがね、強いですね。で、チュル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 ね、アロエの果肉が入ってくるんですけど、その果肉がね、ちょっと甘いんです。こう潰した時に甘いんで、このね、グレープのこの果汁と、その葉肉のね、アロエの葉肉の粒々を噛みつぶした時の甘みで緩和されてね、意外とね、これ飲みやすい味になってますね。うん、うん、あ、ちょっとね、この名前からしてちょっとね、怖いなと思ったんですけど、これね、意外といけますよ。これちょっとこう急いでる朝のね、朝食代わりとか、あるいはお昼とかね、うん、ちょっと小腹減った時とかね、ダイエットしてる人とか、これいいんじゃないでしょうか。うん、オメガ3 1000mg 配合と、オメガ3が未だによくわかりません。どこか書いてんのかな。うん、どこにも書いてないな。うん、オメガ3知ってる人、コメント欄にちょっとね、まあ後で自分でね、ググれっていう話ですけど、まあちょっと調べておきましょう。はい、そんな感じで今日ご紹介したのはこのスジャータね、スープとか、あとなんだ、
コーヒーのシロップとかそういうのもありましたっけ、スジャータでおなじみね、このシリーズ、おなじみのシリーズっておかしいけどね、アロエ&グレープ100ということで葉肉がね入ってる。あとこのチアシード、シードっていうのは葉っぱですから、このチアっていうのは何の意味かちょっと分かりませんけども配合されてます。思った以上にこのグレープの酸っぱみとアロエの葉肉の甘いね、噛んだ時の甘さが緩和されて非常に飲みやすく実は仕上がってたという飲み物でした。興味ある方、スーパー、コンビニにあるかどうか分かりません。スーパーにはねあると思いますんで、ドリンクコーナーね、ヨーグルトとか牛乳とかああいうとこに売ってるねコーナーの一角に多分あると思うんで、興味ある方探してみて飲んでみてください。意外とね予想以上に飲みやすく美味しかったです。それじゃあまた。